はい、ということは、今回はこの姉妹校交流編の最後ですね。はい、やっていきましょう。あ、始めよう。ここはまあストーリーの展開上はまあやんなくてもいいんでしょうけど、これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。やっていこうか。まあ多分これゲームオリジナルエピソードよね。はい、あ、立ちましたか。立っちゃいましたか。はい、いきなりですが1年と2年で合同実習を行います。はい。通常授業じゃなかったのかよ。細かいことはいいの。適当だな。ということで対戦カードを発表いたします。1回戦は野原真希ペア VS トゲパンダペア。ほう、やった、真希さんとペアだ。大好きやもんな。よろしくな。でも相性いいよな、努力の。こっちはやり慣れたペアだけどいいのか、サトル。鮭昆布。大丈夫、あんまり舐めてると痛い目見るよ。はあ、まあまあ。準備はいいかな。行きましょうか。はじめ。はい。で、バトルがいいかな。さあ、僕は野原ちゃんを操作する感じかね。おら、ひれ伏せ、てめえら。マキさんのお通りじゃ。やめろ、余計なことすんな。トゲ、準備はできたか。サケ、そんじゃ、やりますか。タケナ、ちょっと今それやけど、女性陣口悪いな。始まりました。実況特急呪術師五条がお送りいたします。なんか始まったの。強烈な一撃、これは効いている。何を出そうかしら。オラオラ鉄よ。オンドロイまずは刀を持ったに刀開けてやる。そう、こっちだ。さあ、どうですか、ここまでの試合弾み。そうですね、一つ一つと技をしっかり決めていくことが技術としての力量といったところでしょうか。なるほど。立てる。全然いねえか。これで終わり。トゲ、パンダチーム劣勢だ。濃度のダメージも蓄積しているか。からは置いてくぞ。クラッ
諦めない。よしよ、パンダの力見せてやろうか。やだ、パンダの力はやだ。ここからが本番よ。マジか。キャロザ、あっちいた。達成内容よ。強いな。いや、勝ちました。マキさんは絶対大物術師になれますよ。あっそ、そんなん余裕に決まってんでしょ。達成内容よ。はい、結構ギリギリでしたけどね。はい、勝ちました。勝ちましたね、マキさん。まあ、ギリギリでしたね。結構危なかったけどな。確かに、一回負けたしな。ということで、ジュースをごれ。あ、出会え。いや、聞いてねえよ。まあ、そっちにおらせるんや。敗者は勝者の言うこと聞くくらい当たり前だろ。逆に強食や。他か。つべこべ言ってねえでコーラ買ってこい。野原は？じゃあ、私もコーラで。やれやれ。いやいいね、関係性が。イメチェン。はい、どの人始めよう。いや、ちょ、はい、あ、東堂なんだ。これでいいのか。勝つぞ。おい、行くぜ。はい、いいですね。いや、ちょ、続いての対戦カードを発表いたします。はい、ユージ・メグミペア VS アオイ。なんで、なんでいいんだよ。確かに京都公園のに。細かいことは気にするな、ブラザー。気にするよ。本当によく来るよね。握手会か。お前と戦うのはあの時以来。あ、交流会ね。借りはきっちり返します。あ、そっちか。あれ以来か、あの最初の発送場の時以来か。でも今回操作するのにキャドリなんだよな。誰にも負けたくねえんだわ。俺も割と負けたくない。え、じゃあまあ勝つぞ。俺の脳内敗北という文字はない。成長に行くか。はい、引き続き実況解説をさせていただきます。まだやるのか。確かに。気が済むまでやらせとけ。突き合って。ナイス。じゃ今回2対1だからやりやすいね。おう。負けた。ユージの形成剣が炸裂。めぐみの式神が畳みかける。青い断然足りないよ。厳しいか。飛び込む。いい追い打ち。で、気をつけ。この地獄で。胴体がラッキー。俺のせいだ。投げろ。はい。け。ブラザー、ブラ、なんかすまんな。やっぱ頼りになるな、シグロは。俺は俺ができることをやってるだけだ。でも何だかんだこの二人も仲いいよな。楽勝。今回はこんな感じ。お、そこの関係がいい勝負だ。充電されるのか。お前たちはこれからも強くなれる。俺が保証する。でも藤黒は評価してないんだろう。今日は楽しかったぞ、マイブラザー。これにて今日は帰るとする。あ、お前これだけのために来たの。結局何しに来たんだよ。確かに。
握手会じゃなかったんだ。ということでこれにて実習終了。はい、お疲れ様でした。はい、若干古い気もするけどな。これはまあ年齢的にこの任務がいいかな。しかないんだろうけど。はい、始めよう。今度は呪霊側ってことか。これでいいのか。この星を守るため。あ、花見使うの初めてかもしれんな。戦ったことはあるけど。はい、行きましょう。マヒト、私も戦いが楽しく感じられるようになりました。すん、なんかいいのか悪いのか分かってもらえて何よりだよ。先の戦いの傷も癒えたことです。あ、そうなんだ。よろしければ手合わせしていただけませんか。こっちも修行か。珍しいね、花見から行ってくるなんて。俺は構わないよ。よろしくお願いします。はい、行きましょう。マイ、私はこの戦いを楽しみます。いいね、花見、それでこそ呪いだよ。相手をします、飛ばします。こんなもの、足を取られた、飛ばした。未然の怒りを。これはどうです。コンボをつなぐよ。遊んでおいで。飛ばしに、コンボをつなぐよ。飛ばしに、コンボをつなぐよ。呪力が体に満ちるのを感じるよ。足を取られた、飛ばしに。もっと楽しみましょう。遅い。これはどうです。コンボをつなぐよ。花見も遠距離タイプだから個人的にあんまり使いにくいな。落ちなさい。こんなものです。これはどうです。足を取られさせません。こんなのはどう。これがみなぎってきます。落ちなさい。もっと楽しい。足を取られ。これはどうです。遅い。押す準備は整いました。はい、これが鹿。遠距離タイプは大地とあなたの力では比較になります。なんか接近タイプに近づかれると人類へ滅びを受け入れなさい。厄介だな。達成ないようです。はい、なかなか楽しそうに動くようになったね。思ってた通り、アナミは強いよ。これもマヒトのおかげです。ほう、俺も得られることが多かったよ。ありがとう。うん、ここ普通に仲良しなんだよな。どの任務がいいかな。はい、ということで全部終わりましたね。で、ちょっとその感じをさ、関係値ってやつが見れるらしいな。見てみよう。追加されてるかな。あー、そうか、戦ったからね。ほう、まあ、あんまり追加されなかったね。じゃあまあ、次回からはこのフワライド、あれ、じゃあフワライドちゃうわ、フィッシュライドか、をやっていきたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、バイ。